皆さんこんばんは。サウンドクリームステッパーズ堀江です。今日は緊急生ダンスドキュメントフィルム、ロックダンスの一族、ご覧ください。ロックダンス、それはロッキング。今日はロックダンスの一族がここに集結しているということで、緊急生ドキュメントフィルム、ロックダンスの一族を緊急制作してみたいと思います。この扉を開けるとロックダンスのその一族が姿を現す。まあ一族のまねよしぼ、彼はこのロックダンス一族の長兄兄で、そしてなくてはならない人リッキーさん。この人は半端じゃない。この3周年イベントをどれだけ盛り上げてくれるのか、ダンスファンは黙っちゃいない。そして須藤君、この人もまたロックダンス一族になっている。その本物の思考のそのダンス半端じゃない。そして結城君、彼のイベントの3周年、今日はどういう風にいくのか、リハーサル心配でしょうが、リハーサルもかなり心配。そして広志、このロックダンス、ビーバップクルーギャングとして90年代前半を沸かして、このロックダンス、その脅威のジャンプからその脅威のゲッターに好きです。そしてロックダンスなくてはならないロックダンス一族、佐久間さん。はい、オリジナルジャパニーズビーボイ。そして王子さん、このロックダンス、東京ビーボックルーとして、その時代をダンス広告塔として、その時代を担ったロックダンスの王子さん。だからブレイクダウンでポンと入っていった方が、そしてエース、彼は昔からもうダンスも上手いが喧嘩も強い。そのまま入れる。ロックダンスにはなくてはならないエースさん。それがもう言ったし、前面ユキロックサウンドクリーンステアーズ、九州ロックダンス、もともとものすごい収入を積んでロックダンス半端じゃないです。そしてケンちゃん、コインロッカーズとしてそのロックダンス一族を担っている。今日のこの一族をこう担って、ちょっと少し興奮気味のケンちゃんです。そしてナルちゃん、最年少です。最年少、はい、33歳で最年少で、ロックダンスはやっぱり年を取ってもできるという、これはもう未来があるということは、将来があるということは、これはとても素晴らしいことです。ロックダンスを担っているこのメンバー、すごいメンバー。そしてこの男、ロックダンス界の長兄吉坊さん、彼の踊りはそのアドリブで、そのファンキーさんとロックダンスずっと引っ張ってきた何十年にもわたってリスペクト、吉坊さん。ユーキー B 型セトゥエンジョイヨーサルフ、ケツヤ乙女座です。ユーキースコーピオエイジのイテザです。オジ羊座です。
よしご、お牛さんです。こんにちは、リキです。カニ座の大型、人生4倍。大間です。乙女座、エビ型。ひろしです。伊手座、ガタガタ。緊張してます、今日は。じゃあ、これから始まるビバックショー、みんな楽しんでください。ビバック、ファイト。You never hear this one.